はい、今日はなんだこれ、ミオのロゼスパークリングだって。じゃーん、飲んでみこう、飲んでみよう。熱い今日。はい、いただきます。あ、うまいんだよね、ミオはね。グラス変えてみました。甘いから氷入れて。甘い、今日のお酒は全部甘い。おいしい。これは女の子が飲む酒だね。やっぱね、期間限定だったからね。あれだけど、俺はちょっと甘いのは。じゃん、漬け枝豆たっぷり。やっぱ夏は枝豆美味しいよね。うまい、すごい塩効いてて、すごいうまい。あんまり塩分取っちゃいけないんだけど、夏だからね。うまい、この豆うまいよね。このなんつうの、見た目色ちょっと悪いんだけど、黒豆的なダダッチャーケ、なんだかね、うまいんだよ、味しっかりして。はい、ミオラストかな。あ、もうちょいやったな。甘い。はい、ミオのスパークリング、ロゼ、ロゼ、ミオロゼ薄め濁りタイプ。はい、これで終わり。これも男の人にはおすすめしてできないな。限定品だけど飲んでみたけど、甘い。はい、ラスト、ミオラスト一口。あ、甘かったです。それで今日昼に買ったまた王様の涙、これも甘いんだ。これ今日全部甘いお酒になっちゃった。冷やさないと飲めない、甘いのは。はい、こういう赤ワイン、スペイン原産国スペインって書いてるんだけど、すごい甘いんですけど、なんでですか。ミオ飲んでからでも甘いもんな。なんか、これ価格、ちょっと甘かった、甘くて飲めなかった。なので、麦茶。これでやめます。よいしょ。はい、だからこの麦茶割り苦い。今まで甘いの飲んでたからすごい苦い今度。はい、今日のご飯はそうめん別皿と、今日は冷やし中華、冷やし中華のタレでそうめんを食べます。これストレートのやつ買って、はい、そうめんの冷やし中華タレ、こんな感じ。冷やし中華の具材同じかな。あとそうめんで、タレは冷やし中華。よし、いただきます。冷やし中華だからからし。具材をタレの方に入れてみて、そうめん、これなんかでもすぐ薄まりそうだね。氷入ってないね。いいけど、あ、あれだよね、冷やし中華。飽きた。普通のそばつゆも美味しいけど、冷やし中華味美味しいよ。具と一緒に、いけるいける。うまい。いいね。
枝豆も入れとこう。もっとからし入れてもいいか。あ、これはね、変わった食べ方で美味しい。うん、タレに氷入れてもういいぐらい、これストレートって書いてあるけど、ちょっと氷入れてキンキンなタレでちょっと食べてみよう。よいしょ、新しい、うまい。めっちゃ効果少ないです。これ氷だらけで具があるからそれでね、うん、新しい、からしからしが効いててもいいかな。もうこれがありだな、これで。小さいのじゃなくてもっと大きいのでやればいいのかな。卵、うん、飽きてきたらそばつゆで食べるっていうあれもありだね。今日のそうめんは面白いかな。よかった、冷やし中華の食べて食うっていうのがありだ。味変になってなんかいいよね。さっぱり、うん、しかも甘めじゃんこれ。美味しいよ。冷やし中華のタレが苦手な人はダメだろ、うん、あ、そう。いや、甘いじゃん。甘いっていうか甘酸っぱい。最初そば食ってからとか、カレー辛しいから味濃いもんね、だってね、こっちは。あ、辛子の塊食ってしまった。辛っ。腹いけだ。とりあえずそめん、ごちそうさまでした。残ったらそめんチャプルにしてもらいます。はい、ファミリーサイズ。見て見て。粉だらけです。結構シャリだな。できた、エチルミス。今日2回目。溶けたとこがほんとティラミスの、あ、そこはもう、ほんと毎日食ってたもんな、お買い得の。僕見たから、わざわざ夜の10時とか11時にファミレス行ってティラミスだけ食べて帰ったとかってしてたもんな。ごちそうさまでした。